こう10人おれば10人、うん、あ、おりますね、今集合集合野手集合、違う違う、はい、おはようございます、おはようございます、サインもいいね、まあちょっと関係ないことだけど、身体は毎年打ったら、バス降りるときにサングラスと、ウォークマン絶対あんすよね、何回も何回も行くぐらい、かわいそうです、良さよ、しょうもないで、まあこうなったら、それは結構おるけど、しっかり降りるときは、しっかりね、プシッとしたの、今から試合っていうのね、それを1年間、もう一回強くして、やっていくの、で、荷物、これね、ヘルメットスパイク、マットを準備して、毎年行ってくる、ヨーカーとね、ウォークマンが行くので、特にピスタンとか時間ないんで、出入りがね、持ち帰りもったいないんで、しっかり準備ね、やっていく。今日はね、まあ、昨日のさっきからやってきた思ってたことをね、やってくれたらいいし、で、攻守交代、攻守からは、攻守交代はもう全力疾走、気持ちでね、自分で言ってるつもりじゃないから、こっちが判断するから、そこだけね、勘違いしないように、で、アップから北海しっかり。スピード出してアップからで何も若い選手らしくも元気ね、元気だけは、まあ、上に上がっていつも最初に言うわ、頑張ってこいっちょ、声出してこいって、元気なやつはあかん、恥ずかしがらんとな、全力でやっていくよ、 OK? はい、ありがとうございます、ありがとうございます、生まれた攻守交代はなこの間のような感じでしっかりできてる分にはこのまま続けたらいいから、特に悪いわけじゃないし、本戦フォーメーションで積極的に見せるこの前のシーズンの時に出せたせいで、やっぱり味方チームが気使うわな、でもこういう対外試合、相手がいる場合は積極的に、ここで失敗したかったらいいんやで、そしたら次にまた修正できる材料をもらえるわけやから、だからしっかり来た時にはチャンスやと思って、フォーメーション検定は積極的に入れるようにして、それと準備ね、10人しかいないし、あとキャンプ中の練習においてはすごく短く感じるから、その辺の準備だけな頭に入れてくれてくれ、でも休憩なんかしてる暇ないからね、そこだけはやかましくしてくれで、監督の方から伝えてくれって言われたんだけども、今日のデイリースポーツね、本田選手もおるやろうし、パスで回した選手もおるし、なぜ口やかましく元気を出さないといけないかっていうね、もちろんね、実力があればここにもいないだろうし、スター選手として取り上げられてるのがその中でやっぱり何か足りない中でのアピールね、もちろん技術頑張るのはそうなんだけど、人からね、こいつ使ってやりたいなっていう気持ちにさせるのって一番わかりやすいのって元気を出していくこと、目立つことだと思うんです、それを今ここにいる中でしっかりやっていかないと、まあ、この評論家に書かれてた内容かな、一軍の一軍目、二の座組の若手のアピールが足りない、元気がない、野球バカがいない若手ね、中堅はよう元気出してくれてるけど、そういうこと書かれるってことは寂しいことやな、やっぱりユニフォームを堂々に真っ黒にわざと汚すんじゃないけど、汚すぐらいの執念を持って取り組んだりな、ずっと一日中でかい声出したりしたらな、やっぱり何か感じるものがあると思うんですよ、そういう選手をな、そういう選手というかそういう意気込みでこっから取り組んでいかないと、自分たちがいずれ秋組に行った時にも同じことかかりかねないよ、そうなった場合の効果っていうのは下がるわけやからな、この世界で長くいられなくなるわな、活躍するチャンスももらえなくなる、そういうことはやっぱり頭に入れてな、毎回毎回自分では出してるつもりやけど伝わらなければいいんだな、そういうでね、もう一回大きな声出して取り組んでくれ、分かった、はい、以上、はい、じゃあ